それでは発表を始めさせていただきます。池田大志さんです。拍手でお迎えください。ではよろしくお願いいたします。今日のタイトルは、Python ライバリー開発における失敗談、開発者に選ばれるライバリーを作るために必要なことということで池田が発表します。で、自己紹介ですが、名前は池田大志と申します。で、略歴は、このようになっていまして、今日の、発表内容に関しては、個人開発者としての取り組みについてお話したいと思います。で、どういったことをこれまで行ってきたかというと、単語分割品質タグ付けライブラリの渚というものを開発していたり、あと携帯素解析を比較するライブラリトイロというのを開発しています。あと今日の、PyCon JP の発表は、2年ぶりの4回目で、個人開発者としては作ったライブラリを PyCon なので、発表しています。で、今日の発表についてですが、これまで自分自身の中で、いろいろライブラリ開発に取り組んできて、どうやったら作ったライブラリを開発者に使ってもらえるかというところでいろいろ工夫したことがあるので、そういった工夫点というのを説明して、工夫したんだけれども、その工夫したけれども改善すべきだったこともいろいろあるので、そういったことを次に説明しようかと思います。で、その後に開発者に選ばれるライブラリーというのはどういう傾向があるのかという分析した内容も最後に発表したいと思います。で、想定する聞き手としましては、現在 Python ライブラリーの開発に取り組んでいる人だったり、これから Python のライブラリー開発に挑戦したい人を想定しています。あとはどういったライブラリーが多くの開発者に利用されているかというような情報について知りたい人を想定してお話したいと思います。で、今日の発表の目的なんですけれども、私自身のライブラリー開発における失敗談というのを共有することで、その今後のライブラリー開発の参考となるような情報を、皆さんに提供できればなと思って発表したいと思います。で、最初に、話す内容は渚に関する内容で、その作ったライブラリー渚っていうのがどういうものかっていうのを、最初に説明して、その次にどういった工夫をして開発者に使ってもらうかという工夫点を2番目に説明して、3番目にそうしたんだけれども改善すべきだったことはどういうことかというのを説明します。その次に他のライブラリーに関する内容で、今回発表に、発表するということで、日本語言語処理のライブラリーをいくつか集めて、その中でどういったライブラリーが開発者に選ばれているかというところを分析しました。で、そこで選ばれているライブラリーと渚を比較することによって、どういったその開発者に選ばれるライブラリーはどういった傾向があるかというところを分析したので、そういった開発の参考となる情報を今日お伝えできればいいなと思っています。で、目次はこのようになっていて、早速、渚というライブラリについてご紹介したいと思います。で、渚とはというところなんですけれども、最初に pip インストール渚のみで利用可能な言語処理ライブラリーで、ちょっと古いんですけどバイディレクショナル LSTM で単語分割と品質タグ付けをできるような機能を提供しています。で、あとユニコード正規化と後処理機能を、品質フィルターの後処理機能を標準で搭載しています。で、開発方針としてはシンプルで使いやすいツールを目指して開発を行っています。で、想定ユーザーとしてはこれから自然言語処理を始めようと考えている Python ユーザーの方に使ってもらえればいいかなと思って作っています。で、渚の利点に関しては、まず最初に2行のコードで単語分割と品質タグ付けが利用可能というところで、インポート渚をした後に渚タギングでテキストを入れてあげると、もうそのまま出力として単語列と品質列が取得できるような、簡単に言語解析ができるような機能を提供しています。で、あとユーザー自身の追加が容易ということで、よくある自然言語処理の困っている点として、この単語は一単語にしてほしいみたいな要望があったりするので、そういった単語をこのシングルワードリストに入れておくと、この単語は1単語として分割して、その後の品質付与っていうのは渚が文脈を見て当ててくれるので、ユーザー自社の追加が簡単というような利点があります。あと渚バートというトランスフォーマーベースのモデルが使えるんですけれども、
類似ライブラリと比較したユーザー数の違いなんですけど、渚っていうのは例えばすだちだったり、あとメカブ系の Python ライブラリと比較して一桁ユーザー数が少ないような現状で、ここではダウンロード数っていうのは、月間とトータルのダウンロード数、PIP インストールのこれ回数なんですけれども、やっぱり一桁すだちメカブ系のライブラリと比較して少ない、あと GitHub の Used by Repository というのもあるんですけれども、それとも比較してもやっぱり一桁少ないような状況で、なんでこのようなユーザー数の差が生じたかというような原因を考えて、本内容ではその内容というのを失敗談として共有したいと思います。で、最初に少なからず渚さんも使っていただいている方がいるので、そういった方々にどうやってライブラリを利用してもらうかというところで工夫したことについて最初、お話したいと思います。最初どういったことをしたかというと、最初は研究室の同期だったり会社の同期に使ってもらうことが多かったんですけれども、やっぱそれだけでは足りず、4年前の PyConJP2018 のポスター発表に参加しました。で、そこで Python 利用者をターゲットに、言語処理ライブラリを、このように紹介して、普段言語処理を行わない開発者のウェブ系の開発者となど方々と対面で議論することができて、やっぱそういうところで PyConJP をきっかけに徐々にユーザーが増え始めるということで、こうやって4年前にツイートしていただいたり、いろいろいいきっかけがあって、徐々に PyConJP のポスター発表をきっかけにユーザーが増え始めていって、やっぱそうやってユーザーが増えてくると、ユーザーの声を参考に機能を追加することができるようになりました。で、PyConJP のポスター発表をきっかけに想定ユーザーというのを絞って、当時2017年18年っていうのは形態素解析といえばメカブの時代で、 Python を利用するためにはメカブ本体のインストールも必要で、やっぱりそう議論していく中で PIP インストールだけで利用できるライブラリの重要性っていうのは非常に感じて、そこでシンプルで簡単に利用できるライブラリを目指して開発しようということで、想定ユーザーを絞って、機能を開発していきました。で、実際にやっぱり議論することで既存のライブラリに足りない部分を考えて新しい機能を追加ということで、最初の特徴で利点のところで話したユーザー辞書の登録を簡単にできる機能というのを、ユーザーの声を参考に追加したり、あとは開発者ができる限り前処理を行わないようにするような機能、単語列の出力をリストで取得できるようにしたり、品種フィルターの機能を標準で搭載したり、ユニコード正規化を標準で搭載したりということを、ユーザーの声を参考に作りました。で、こういった機能を追加してまたさらにもっと使ってもらいたいみたいな欲が、出てきたので、その18年翌年の PyConJP2019 のトーク発表にも参加しました。で、ここではこういう表現抽出モデルを実装する方法について発表して、言語処理を取り組むきっかけとなるようなチュートリアルを作って、そこでまずは渚をインストールしてもらうきっかけというのをこの PyConJP のトーク発表で作りました。で、ここで渚に系列ラベリング学習機能を追加したので、渚を使うと簡単にこういう表現抽出モデルが作れますよということで、さらにユーザーを増やすようなことも行いました。で、今まではそのどうやって渚を知ってもらうかみたいな部分だったんですけれども、実際に実証の部分でもライブラリの実利用性を向上するための工夫というのも、行っていて、ライブラリインポート時にクラスを初期化するように設計して、ユーザーが書くコードを1行でも減らすような工夫というのを行いました。あと、できる限りモデルを最小限にするというところで、渚はニューラルネットワークでテキストを解析するので、そのニューラルネットワークを最初メモリーに載せなきゃいけない処理があって、それがちょっと時間がかかるので、精度とトレードオフを考えながらライブラリのインポートを少しでも高速化するということも行いました。あとモデルを含めてオリジナルの解析機であることを強調して、メカブの派生系ではなくて学習機能もあるので研究用のベースラインとしても利用できるというところで、こういった実用性があるというのを、アピールしてきました。で、こういったそのアピールだったり工夫による効果というのは、本当にいろいろあって、
PyCon JP の参加による効果ということで、普段言語処理を行わない開発者の方にライブラリを周知することができて、フィードバックを参考に新しい機能が増えましたし、それでまたライブラリの認知度が上がって GitHub の検索の上位にもなって、使ってもらう方がさらに増えるといういい効果が起きました。で、そうやってユーザーが増えていくと開発のモチベーションも向上して、やっぱり一人でもユーザーがいるとコードも慎重に書くようになりますし、やっぱりこうやって誰かに使ってもらうということを行うことによって開発のモチベーションも上がっていいコードも書くような、効果がありました。で、このようなことを行ったんですけれども、ライブラリー開発において改善すべきだったことっていうのもいろいろあって、やっぱり、いいことを今までいろいろ使いやすいみたいなところを話したんですけれども、やっぱり問題点はあって、解析速度がやっぱり遅いっていうところがあって、改善点としてはもっと処理速度を速くすべきだったというところがあります。やっぱり実利用を想定した場合、現状の解析速度では不十分だったというところがあって、大規模テキストを分析する場合、やっぱり待ち時間っていうのは非常にストレスになって、やっぱり今の時代大規模言語モデルを利用するので、やっぱり今の時代のニーズにちょっと合ってなかったなというところは一つ改善点としてあります。一つ検討した改善策なんですけれども、その内差の処理部分を C++ で実装して解析速度を検証してみたんですけれども、その大幅な速度の改善もなく、メカブスダッチパイには到底変わらず、やっぱなんでそんなに変わらなかったかというと、やっぱり文字数分バイディレクション LSTM で処理を行うんですけれども、やっぱ根本的に時間がかかって、ここでグラフで表しているですけれども、メカブ系スダチの形態数解析機に比べたらやっぱり2桁ぐらい処理速度が遅いというような問題があります。で、やっぱこういうところでさらにまだ問題があって、実利用を最優先にすべきだったというところも一つ、改善点としてあります。内差っていうのは大学時代の研究の延長線上でライブラリー開発というのを行っていて、当時の最先端のモデルというのを使うことが目的となっていました。やっぱり形態素解析機としてライブラリーを提供するのであれば、実利用に耐える条件、解析速度だったり品質のタグの処理、読み情報というのが内差不足しているので、やっぱそういう最低条件を満たしつつ、しっかりオリジナリティを追加すべきだったというところを改善点として考えています。で、あとはでもこれ結構難しい問題で、新規性と実用性のトレードオフの問題があって、その新しいこと新規性を取り入れつつ精度を向上したりを実現しつつ、メカブ並みの実用性を実現するっていうのは非常にやっぱり難しいものだと思ってて、やっぱり今でもメカブ使われてますし、やっぱりそういったところでなかなか新規性と実用性のトレードオフの問題があるなって思いながら、やっぱり実用性が不十分であれば、それ以上ライブラリを利用するメリット、付加価値っていうのが何かしら必要だったと考えています。で、内差ではこの部分がやっぱりちょっと弱かったなと思っています。で、あと大規模言語モデルへの対応遅れというのもあって、現在の自然言語処理の分野ではやっぱり大規模言語モデル BERT だったり T5 GPT-2 など、を利用することが前提で、やっぱどういった大規模言語モデルを選ぶかイコールトークナイザーの選択になってしまっていて、大規模言語モデルを提供していないとやっぱりそもそももう使ってもらえないような世界になりつつあるので、やっぱりその最先端の流れに乗り遅れてしまったっていうところは一つ改善すべきだったことです。で、あとやっぱ大規模言語モデルも形態素解析機のユースケースの一つになっていて、この東北大が提供している日本語用の BERT モデルなんですけれども、もう BERT モデルも月間でハギングフェイス上で月間126万ダウンロードされていて、やっぱそれだけ使われてて、そこで使われているトークナイザーはフガッシュというものなんですけど、やっぱりそこで結局セットでフガッシュ使いましょうということになるので、やっぱり大規模言語モデルを提供しなければならなかったというところで、ナイサバートというのを作って、やっぱりちょっとでも、その差を埋めようということを今しています。で、ナイサ対応のバートモデルを公開していて、
ハギングフェイスで利用可能なモデルで、モデルとコード MIT ライセンスで公開していて、あとやっぱり何がこのライブラリのいいところか、モデルのいいところかっていうところなんですけど、文章分類モデルの作成のチュートリアルをいくつか提供していて、ナイサバートモデルだけではなくて、先ほどの東北大のモデルも利用できるようなチュートリアルを作っているので、やっぱそういったところでやっぱ使いやすいところを目指して、またこういうトランスフォーマーのモデルも作っていこうと思っています。で、結構簡単に使えて、ライブラリーインポートしてテキストを定義して、トークナイザーを定義して、あと今回テキスト穴埋めの関数というのを実行するので、それをトランスフォーマーのパイプラインという関数を定義してあげれば、あと実行することで簡単にテキスト穴埋め問題というのを行うことができます。今回の例だと、渚でマスクできるモデルですというところのマスクに入る単語を予測しようというような処理コードを先ほど書いたんですけど、先ほどの行数で文脈を見て、ここに入る単語が使用だったり利用だったねということを簡単にできます。で、pip インストール渚バートでインストール可能なんですけれども、やっぱりなかなかここまでインストールするのも大変だと思うので、今はすごい便利で、ハギングフェイススペースというような場所というか、サイトがあって、そこでインストールなしに渚バートを体験することができるので、まあ、ぜひもし時間があったら一度体験してみてください。で、まあ、こういったところで言語モデルの、提供できてなかったときも少しでも補ったんですけど、まだやっぱり、足りない部分、改善点というのがあって、開発したファーストの徹底不足というところがあります。Python のパッケージをインストールするためのホイールというものがあるんですけれども、そのホイールの管理不足により、ライブラリを利用できない時期だったり、バージョン OS にライブラリ利用できないバージョン OS が存在する時期があって、やっぱりあらゆる開発者が問題なくライブラリを利用できるように、 Linux、MacOS、Windows のホイールをすべて提供すべきだったというところは、一つ改善点として考えています。で、取り組んだ解決策なんですけど、自分でその依存ライブラリのダイネットというのを放棄して、今は自分でそのダイネットのホイールを自ら提供していたり、あとその作ったホイールというのをこれまでは手動でアップロードしていたんですけど、 GitHub アクションと CI ビルドホイールズという Python のライブラリを使うことによって、ホイールの作成を半自動化することもできるので、こういったところで開発者ファーストの徹底不足というのを、解決していきました。で、ここまでが、改善すべきだったことで、ここからは開発者に選ばれるライブラリの分析というのを行いました。で、その他の言語種ライブラリとその渚というのを比較することによって、開発者に選ばれるライブラリの特徴というのを分析しました。で、今回集めたライブラリは、日本語言語処理に特化した Python ライブラリを81件集めてきて、これが上位25件ぐらいなんですけれども、渚よりユーザー数の多いライブラリーの特徴や傾向というのを分析しました。で、トータルダウンロード数では渚は、32万 pip インストールぐらいされているんですけれども、それより、pip インストールの数が多いライブラリーが17件ほどあるので、そのライブラリーの特徴というのを分析しました。で、その、分析するために、日本語の言語処理に特化したプロジェクトというのをかなり大量に集めたので、それをオーサムジャパニーズ NLP リソースというリポジトリに掲載しています。で、全部で今308リポジトリを掲載していて、ライブラリ Python ライブラリだけでなくて、コーパスだったり事前言語処理モデルも含めて、日本語の言語処理のリポジトリというのをかなり網羅しています。で、自動でリポジトリ情報を収集してきて、例えば論文集のタイトルからキーワード抽出して、クエリを作って GitHub API に投げて、良さそうなリポジトリを見つけてきて、それをこのリポジトリに追加したり、あと Twitter から、GitHub の URL を含むツイートというのを自動収集して、それをランキングすることで最新のリポジトリというのを収集して、新しいリポジトリも追加しているようなリポジトリを作っています。
で このようにして集めた、リポジトリの、あと10分です。リポジトリが、Python ライブラリーだと81件あるので、その81件のライブラリーを10月2日時点の情報というのを収集しました。それがその、PyPI パッケージのダウンロード数ということで、これ PIP インストールの数で、あと GitHub のスター数というのも、集めました。で具体的には携帯素解析機だったり、かかり機解析機、文字列追加、ブンブン化機など、ここに81件あるんですけれども、まあ、こういった、CSV に、一つにまとめたファイルもここのリンクに貼ってあるので、ぜひ見てみてください。で最も利用されている言語処理ライブラリーは何かと、調べたところ、総ダウンロード数、PIP インストールの総数というのを比較して上位10件を、調べたところ、最も利用されているライブラリーはこの JARConv というライブラリーで、文字列を、正規化するようなライブラリーが、一番使われていて、これが915万ダウンロードされていました。で他にももじもじという、同様なライブラリーも上位に入っていて、まず文字列正規化ライブラリーがかなり使われているということは分かります。でその後に携帯素解析機が、上位を占めているような状況です。で他に、その他の枠なんですけど、タイニーセグメンターっていうのは、まあ、携帯素解析機ではないんですけど、単語分割をするようなライブラリーで、これも上位に入っていて、あと後ほど説明するパイカカシというのも上位に入っているような状況でした。でここで簡単にJARConv っていうのは何かというようなところを説明したいんですけれども、ひらがな、カタカナ、半角、全角の相互変換を行うようなライブラリーで、PIP インストールでインストールすることができて、あとインポートしてあげて関数に、ひらがなのカタカナって入れたらそれをカタカナに変換してくれたり、そのまた逆もできるような、ライブラリーです。でこれがなんで開発者に選ばれているかというのを理由を考えたんですけれども、この文字列の相互変換のライブラリーっていうのは日本語の言語処理の、言語処理必要な場面が多いにもかかわらず Python の標準ライブラリーで機能がない。でやっぱり多くの人が前処理として必要とする機能をしっかりライブラリー化していて、やっぱりそれで前処理必要からだからじゃあ Conv を使う。でさらにシンプルで使いやすい、ピュア Python で実装されているのでインストールエラーもなくてどういった環境でも使える。であとリードミーを見るだけで実装したい処理が書けるというところで、やっぱこういった理由からじゃあ Conv というのはまずかなり使われているということが分かります。で次に、使われていたのがメカブ Python3 で、これはメカブの Python ラッパーで、もう今メカブも PIP インストールだけで、利用できるようになっていて、その後も簡単に実装することもできます。で、メカブ Python3 が開発者に選ばれる理由としては、やっぱり長年研究実用問わず、幅広く使われていて、日本語の言語処理のデファクトスタンダードになっていて、参考資料やサンプルコードが豊富だからやっぱりまずは使われる。あと処理速度も非常に高速なのでやっぱりメカブ使う理由になっている。であと辞書の種類も豊富で、いろんな研究機関だったり企業が辞書というのを公開しているので、やっぱ携帯素解析使うならメカブ Python3 だよねというような状況になっています。であと次にスダチパイというライブラリーも今非常に使われていて、これはワークス徳島人工知能 NLP 研究所が開発しているライブラリーで、携帯素解析スダチの Python 版のライブラリーです。でこれも PIP インストールでインストールできて簡単に、利用することができます。で開発者に選ばれる理由なんですけれども、スダチパイっていうのはスダチの中で複数の分割単位の、切り分けることができて、その必要に応じて単語の長さというのも簡単に切り替えることができます。さらに企業による辞書更新もしているので、やっぱりそういったメンテナンスしっかりされているからスダチパイ選ぼうというような理由にもなりますし、あとラストにより高速化ということで、昔スダチパイっていうのはPython で実装されていた時期があるんですけど、それはやっぱりちょっと解析速度に少し問題があったんですけど、ラスト実装になったらかなり速度が速くなって、まあ、そういったところでユーザーに使いやすいライブラリになっているってところが一つ選ばれている理由かと思います。あとチータラというトランスフォーマーが利用できる環境も提供していることは強い
あとスペーシーという巨大なエコシステムの一部に採用していることはやっぱりひざちパイを選ぼうというような理由になるかと思います。あとパイカカシっていうのが、最後何かというところなんですけど、パイカカシっていうのはひらがなカタカナ漢字をローマ字に変換するライブラリーで、これもピップインストールでインストールできて簡単に、ライブラリを利用することができます。でパイカカシが開発者に選ばれる理由なんですけれども、この日本語テキストをローマ字に変換するパイそのライブラリーっていうのはパイカカシ今一強時代でかつ日本語のローマ字変換っていうのは地味なんだけど非常に重宝されるような機能で、やっぱこういった機能をしっかり作って提供しているっていうところはスタッチパイじゃなくパイカカシが開発者に選ばれている理由かと思います。あと本当にシンプルで使いやすいっていうのは一つ選ばれる理由かと思います。で今までは総ダウンロード数だったんですけど、1ヶ月単位で、最も利用されたライブラリは何かというところを比較したところ、今スダチパイが非常に伸びていて、このメカウ Python 3をこの1ヶ月で超えているような状況になっているので、やっぱりこの上位10件のランキングっていうのは、あんまり変わらないんですけど、このスダチパイが伸びているってことは、一つ傾向として分かりました。あとその他のライブラリの利用状況なんですけれども、文字列正規化形態素解析以外のライブラリを調査した結果、その次にかかりゆけ解析機銀座などの利用が多く、その後に極性判定機ネガポジの分類するオセセだったり文を分化する分割機の千切りなどが続いているような状況でした。でこういった数字を見ていって、開発者に選ばれる言語集ライブラリの傾向は何かと一つ考えたところ、やっぱりテキストの前処理に必要となるような機能を持つライブラリが利用されている傾向が分かりました。形態素解析だったり文字列正規化文字列変換のライブラリが多く使われていて、かつそういったライブラリはリードミーを見るだけで簡単にインストールできてすぐできるようなライブラリです。あとやっぱり使って今回いろいろテストした中でも処理に待ち時間なくストレスがなく利用できるライブラリーというところもありました。あと多くの人が面倒だと感じる処理を解決するようなライブラリーで、やっぱり他にも今日紹介できなかったんですけど、コノハというライブラリーは複数の形態素解析機を簡単に切り替えるようなライブラリーで、やっぱこういった誰もが面倒だと思う処理を解決するライブラリーは非常に多く使われているというような傾向が分かりました。でここで最後、渚に必要だったことは何かというところを今まで説明したライブラリーと比較してみると、やっぱり解析速度の改善は絶対に必要だったと思っています。やっぱり処理に待ち時間が発生してユーザーにストレスを与えていた、多くの人に選べるライブラリーは使っていてストレスがやっぱり感じにくいというのがあります。他にやっぱりユーザーファーストの徹底不足というところで、やっぱり多くの人に選ばれるライブラリーというのはインストールエラーがないようなライブラリーが多いので、しっかりやっぱりインストール環境というのも整えるべきだと思っています。あと類似ライブラリーが提供する機能は標準搭載すべきだったというところで、渚品種タグの種類だったり読み情報がその形態素解析機としてないので、やっぱりそこで読み情報がなかったら形態素解析機としては使えないよねということになるので、多くの人に選ばれるライブラリーっていうのは一つ足りない機能がないというところも分かりました。でこれからライブラリーを作るのであればというところなんですけれども、正直形態素解析機の自作っていうのはかなりハードルが高い現状で、個人開発者であればまずは便利系のライブラリー、面倒のな処理を解決するようなライブラリを開発することはおすすめだと思います。例えばそのインポートするだけでマットプロットリブを日本語処理するジャパナイズマットプロットリブとか、すごいシンプルなんですけど非常に使われているライブラリで、こういった便利系のライブラリは個人開発者でも作れるかと思います。あとはハギングフェイスの学習済みモデルの作成にはチャンスがあるというところで、バートを用いた曲線判定モデルが今ハギングフェイス上で日本語のモデルで月間で84万ダウンロードされているような状況で、こういったところもニーズがあるかと思います。で最後に開発者に選ばれるライブラリに必要なことというのは何かと改めて考えると、必要なことっていうのは基本的なことばかりだったということを、思います。開発者が面倒だと感じることを解決するような機能があって、誰かの役に立ち多くの人が困っていることを
解決するような機能が必要だと思います。あと実利用に耐える条件を十分に満たすことということで、ユーザーにストレスを与えないようにしたり、必要な機能を実装した後にオリジナリティを追加する必要があるかと考えました。あと最後にユーザーファーストの徹底、ユーザーを大切にしようということで、インストールエアーなくし誰もがライブラリを利用できるようにリードミーを丁寧に書く必要があるかと思いました。以上です。ありがとうございます。発表ありがとうございました。スライドに質問が上がっているようですので、いくつか質問をしたいと思います。なぎさバードの特徴はトーカナイザーの違い以外にありますか？他の日本語モデルとの性能比較があれば教えてほしいです。ありがとうございます。まず性能比較に関してなんですけれど、やっぱり正直東北大のモデルの方が、性能はいいです。なので今日はそこはちょっと言えなかったんですけれども、なので一つ違いとしてはトーカナイザーが投げ差であるっていうことと、あとウィキペディアの、学習データが2022年の8月のものの最新のもので学習しているというところが一つ あるのと、あとは、簡単に使えるようにチュートリアルを、いろいろ準備しているというところが、これは性能の違いなんではないんですけど、そのサポート面の差を、作り出しているというようなところは一つあります。以上です。ありがとうございます。次の質問です。個人開発していると OS や環境の際に対応しきれないこともあります。検証はどのように行っていますか？ありがとうございます。それが、一つここで、お伝えできるような、話で、 GitHub Actions と、CI Build Tool というものがあります。GitHub Actions は GitHub に、載っているもので、ここで説明したのは CI ビルドホイールというものなんですけれども、これ、GitHub アクションとこの CI ビルドホイールを組み合わせることによって、 GitHub アクション上で、MacOS だったり Linux、Windows のホイールというのを自動で作ってくれるようなことができるので、やっぱりこういったライブラリーだったり、GitHub アクションズを使うことによって、さまざまな環境でも使えるようなものというのを作っています。ありがとうございます。次の質問です。自然言語処理のライブラリーを個人で開発される方はどれぐらいいるのでしょうか？ ありがとうございます。それはすごい面白い質問で、ここですよね。今回まず日本語の言語処理の話になるのライブラリの話になるんですけど、結構いろいろリポジトリを収集した結果、今週の時点で308リポジトリあって、その中で Python ライブラリが81件ありました。でその中でどれぐらいの方が、開発に携わっているかというと、実はこの中の81件の中では一人で複数のライブラリを作っている方が結構やっぱり多くいて、あとは大学とかで複数のライブラリを提供しているというところで、まず81人以上はいなくて、かつさらにもっともっと少なくいって、体感でいうと25人ぐらいかなというようなところがおります。一人で数多くのライブラリ作っている方もいて、やっぱそういった方々が作ったライブラリーというのがやっぱ非常に使われているというのも傾向の一つとしてありました。以上です。ありがとうございます。ご質問はスライドでお願いいたします。何か質問はございませんでしょうか？まだお時間ありますので、池田さんの方で補足があればお願いいたします。となると、最後、伝えたいこととが一つあって、やっぱり一ついろいろ今日僕が説明したんですけれども、一つやっぱり
これからライブラリを作るのであればというところをちょっと駆け足で説明してしまったので、ここをもう少し詳しく説明すると、やっぱり携帯解析の自作はそのハードルが高いような現状で、やっぱり今先ほど説明したすだちがワークスで開発されていたり、あとリーガルフォースがラストベースの言語処理ツールというのをどんどん開発しているので、やっぱそういった現状で、あと携帯解析作るには学習データも必要なので、結構ハードルが高いような、携帯解析の実測はハードルが高いような現状で、やっぱり個人開発者であればやっぱりまずはその便利系のツールを作るのがおすすめだと思ってて、これっていうのは本当に誰かの困っていることを解決すれば、さらにそれが話題になって、シンプルなんだけどどうもやっぱり多くの人に使われるツールというのも個人開発者でも十分作れる可能性があると思うので、やっぱそういったユーザーが困っていることというのを整理していろいろツールを考えてみればいいかと思っています。あと最後にやっぱりそっちの路線ではなく、今後ナイサバートを拡張していきたいなって思いがあるところは、やっぱりハギングフェイスの学習済みモデルの作成にはチャンスがあるというところで、やっぱり事前学習モデルっていうのはやっぱり少ない学習データで強力なモデルの性能を出すことができるので、やっぱそういった日本語でも使えるようなバートのファインチューニング済みのモデルというのを世の中に提供すれば、より使ってもらえるような状況が生まれる可能性があるので、個人的にはここで説明した2つがこれからライブラリー開発を作れるのであればおすすめだと考えています。ありがとうございます。他に質問がないようなので、池田さんの投稿を終了したいと思います。発表ありがとうございました。ありがとうございました。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができます。スピーカーも移動しますので、壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします。スポンサーによるブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのシールプランリーにもご参加いただけます。規定数シールを集めると限定 T シャツと交換できます。ぜひご参加ください。ありがとうございます。